皆さんこんにちは、料理家の木島龍太です。さあ今日はですね、お米の炊き方やっちゃおうと思います。もういろんな人がお米の炊き方いろいろ紹介してると思うんだけど、この仕組みだけ分かってれば絶対誰でもできると思うので、ぜひこれ最後まで見てください。永久保存版って言っちゃっていいのかな。では早速お米を研いでいきましょう。さあまずは今日使うお米です。これね 500g、 まあ3合ちょっとぐらい、3合強ですよね。1合 150g って言われてるので、今日は 500g、 3合ちょっとです。だいたい炊き上がりで、茶碗6、7、8杯ぐらいのお米が炊ける量です。なぜ 500g にしたかっていうと、今日この後ね、水の吸い方とか吸水率の話になるので、分かりやすく 500g にしました。さあではお米を研いでいきます。まずね、1回目の水、これ普通に蛇口でやってくださいね、皆さんね。1回目のお水です。じゃーっと入れたら、たっぷり入れます。たっぷり入れたらざっとまずかき混ぜる。はい、そうしたらこれをまず捨てます。まず1回目のお水はざっと入れたら、一番匂いが強いのですぐ捨てる。続いて2回目です。水を少量入れます。まず少量入れたらこういう風に混ぜていく。少量っていうのはどれぐらいかっていうと、少し底に残るぐらい、こういう感じね、これぐらいで、ざっと研いでいきます。これお米の研ぎ方、このお米の表面についたぬかを取っていく作業をいわゆる研ぐって言うんだけど、とにかくお米同士が優しく触れ合ってるぐらいの感じをイメージして研いでいきます。そうするとかなり白く濁ってくるね、白く濁ってきた。濁ってきたらお水を足して、これすすぎです。ここからすすぎの作業になります。ざっと混ぜてまた研ぎ汁を捨てる。この繰り返し、少量の水を入れる、これぐらいしたら混ぜる。なぜこれ少量のお水かっていうと、水がたっぷりになるとお米同士がうまく擦れてくんないんですよ。イメージとしては流れるプールが混雑してれば人同士はすれ違うよね、くっつくよね。流れるプール空いてる時だと人と人が触れないじゃないですか。触れさせたいんです。なので水の量を増やしすぎると米同士が触れづらくなってしまうので、なのでお水は最初この研ぐ時は少なめのお水で研ぐ。これもあんまり力入れすぎるとお米割れちゃうので、優しく優しくね。はい、ではすすぎです。水を多めに入れてざっと混ぜて捨てる。これがね、多分一番効率よく炊けると、研げると思います。少量のお水でもう一回やります。少量の水を入れて、もうかなり濁りが少なくなってる。もうこれぐらいで OK です。水を足してこれでお米が研げました。でこっから大切なのが、お米に水を吸水させる。これをしないとお米に芯が残ったり炊きムラが起きたりする原因になるので、とにかくまず水を入れて吸わせておきます。吸わせる量は適当で大丈夫です。お米が浸かれば OK で、このまま30分ぐらい吸水させておいてください。さあではお米を吸水させている間に、お鍋の話をしたいと思います。いろんなお鍋があります。例えばこういう芋の製の重い、ね、蓋付きの鍋、こういう文化鍋ってやつですよね。もう米炊き用の鍋、あと土鍋で炊いてる人もいると思うし、もうそれはね、正直何でもいいです。もう好みのものを使ってください。ただ必ずこれだけはお願いしたいのが、しっかりフィットする蓋がついているもの。なので逆に言えば、蓋がしっかりフィットしてれば割と何でもお米は炊けます。今日はこのフライパン、皆さん家に多分あるよね、26センチのフライパンで蓋付きのものもある可能性が高いと思うので、今日は一番普及しているということで、このフライパン、蓋付きのフライパンを使ったお米の炊き方を紹介します。実はフライパンってこの底面積がすごく広いので沸騰しやすいんです。一番沸騰するのに時間が短くて、なので短時間で炊くってことを考えるとフライパンって結構理にかなってる。短時間でできるので、災害時とか火があんまりない時、このフライパンでやるっていうのを覚えておくと意外と助かるかも。さあ30分浸水させました。今こんな感じです。こっち浸水したて、こっち30分置いたもの、ちょっと見比べてみると分かるよね。30分吸わすと結構白くなるんですよ。真っ白になります。真っ白になるっていうのは芯までしっかり水を吸っているっていう証。夏場だったら15分から30分、冬場だったら30分から1時間ぐらいかかるっていうのが通説です。でこれぐらい真っ白になるまで
の状態になるにはお米が自分の重量の 20% の水分 20% から 30% の水分を吸っていると言われています。なのでもともと 500g だったお米が水を吸って多分今ね 600g ちょっとぐらいになってるはずなんです。ちょっと測ってみますね。 630g630g になってるっていうことは 1.26 とか 26% の水分を吸ってるっていう状態です。だからもう しっかり吸水はできているっていうこと。お米を炊くときにはだいたい 1.2 倍から 1.3 倍の水を加えてくださいっていうことなので30分浸水したお米を水気をしっかり切って元のお米と同じ重量の水を足して炊けば大丈夫ってことなんです。ではフライパン、今日はフライパンで炊くのでフライパンにお米を入れる。 500ml 500g イコール 500ml のお水を入れる。ざっと混ぜる。はい、で火にかけていきます。ではこれで蓋をしてまずは火をつける。フライパンの中が沸騰するまではまあ強めの中火ぐらいかなでいきましょう。さあ、今火つけてからだいたい4分5分ぐらい経ちました。鍋の中がふつふついって沸いてきたのでちょっとここで1回開けます。こう今沸騰してきてるよね。そしたらこの時点で1回ざっと混ぜてください。これねフライパンでやるときは特にどうしてもフライパンの外側と内側の加熱ムラができるのでまず優しくねざっと混ぜて均一にさせる。はい、OK。均一になったらもう一回蓋をしてこっからごくごく弱火だいたい12分から15分ぐらいこのまま炊いていきます。さあでは今、14分ぐらい。このねガラス蓋だと分かるんだけどお米がツーンって立ってきてます。で水っぽいところも全然もうないのでこれで OK。 最後一瞬だけ火をちょっと強めて3、4、5秒ぐらい強めて火を止めてこのまま10分ほど蒸らしていきます。せーの、うわ見てよこのシャリの銀シャリが立っておりますよ、ね、混ぜてみます。ほらどういい感じね。パラッとねお米も立ってるし程よくパラッともちっと感はもちろん程よくパラッとしております。水加減もバッチリだったんじゃない？ほら個人的にはもうちょっと固めが好きなんだけど。では盛り付けていきます。あでもうまいわ。うん、うん、やっぱねこの見た感じも粒がすごく立ってるじゃない？シャリの立ってるんですよ。こうツーンとねで口の中入れてもやっぱりほどけるんですよ。粒が立ってるからベチャベチャしてない。で、本当水加減って好みすごい人それぞれあると思うんだけど俺はもうちょい本当は硬い方が好き。だからさっき 500ml の水入れた時俺だったら450ぐらいに減らしてもよかったかもしれない。でも多分これね一番皆さん一般的に好きなお米の硬さなんじゃないかな。もうちょっと柔らかいのでもいいのかな。いや美味しいです。お米の味がしっかり感じられる。で今日は自家製の梅干しを用意しましたね。やっぱさほらこうすると美味しそうじゃん。美味しそうじゃんこれほら。いただきます。あーシャキッとするね。いややっぱりねお米と梅干し最高ね。というわけで、今日はちょっといつもよりちょっとマニアックな内容になってしまったかもしれませんがお米の炊き方をご紹介しました。でもさ一回やってみたら皆さんね結構これできると思う。そんな失敗しないと思います。ぜひいつも炊飯器っていう方も鍋で炊くの一回やってみるといいと思います。チャンネル登録コメントいいねお待ちしております。またさよなら。また見てね。さよなら。